はいこんにちは。田中です。私ですね、フリーランスでリサーチャー、ライター、翻訳、構成などをやらせていただいているんですけれども、このチャンネルでは私が普段ニュースで見たこととか、普段思ったことをどしどし共有していくという趣旨でやらせていただいているんですけれども、本日の動画で取り上げることは、まあ今、 ノーベル賞の受賞者がどんどん発表されていて、えーま、それに関する日本の研究力に関して、ま、ちょっとあのこれもあまりま調べは調べたんですけれども、ま、詳しくない分野なのでちょっと間違ってることもあるかもしれないですが、えー、今日本の研究力っていうのがどんどん低下しているっていう現状にあるということなのでちょっとそれについて、えー、ちょっと語らせていただきたいなと思っています。 えっとですねあの今年のノーベル賞ではノーベル平和賞をあのまあえー、被爆関連の団体が日本では受賞したということでそれは非常に喜ばしいことだと思っています、えーおえーえー、ご一賞おめでとうございますまあ、これに関しては平和賞なのでまあ、研究とかそういったことではないと思うんですけど、えー、まあえー、日本であのまあ ちょこちょこ今もあのー、科学系とかで、えー、系受賞されている方って日本でもいらっしゃるんですけれども実はこれは今後はどんどん少なくなっていくって言われてるんですよねあの今 えー、受賞されている方、えーまあ、昨今でも何人か受賞されていると思うんですけど日本の科学技術分野で、えー、科学とか物理学とか、えーまあ、そういうい開発系の分野で受賞されている研究者の方っていらっしゃるんですけれども,これともだだいいぶご高齢の方だと皆さん思いますよねそうですねあの皆さんのところで有名な方が有名な、えー、人っていうと、まあ、田中光一さんとか山中教授とか。えー あのあたりの方々は結構もう若くして40代とかで受賞されてると思うんですけれども今、まあ、それからだいぶ時間が経って昨今受賞されてる方は結構あの脅しを召された方なんですねえなぜかっていうとそれってあのまあ基礎研究をずっと続けてこられた方だと思うんですよえその基礎研究あのまあ大学通われたことはわかると思うんですけれどももう本当にその ベースとなるものを将来遠い長,長い目で見て将来役に立つというような研究にかけるお金,お金というか研究のこと基礎研究というんですけれども僕の認識が正しければというふうな解釈でいいのかもしれないんですけれどもそれに30年であるとか20年であるとかずっと時間をかけてやってこられた方々がようやくその あの時代が追いついてきたりとか技術が追いついてきたりとか、えー、そういったことによってその注目が当たるようになりあのこれが将来未来,をか、えー、未来を良くしていく将来、えーえー、あの暮らしを良くしていくであるとか医療を発展させるであるとか、えー、そういった、えー、ようやく実成果が身についてきたことによってあの世界を変える研究だということであのノーベル賞受賞とかになったりしてると思うんですけれども。 それが、あのーまあえー、やるにはやっぱり時間がすすごいかかるんですよね、あのー、なのでその若い頃からずっとそれに、えー、時間をかけてこられた研究者の方々がようやく今、えー、お年寄めされた、えー、ご高齢になってようやくその日の目,、えー、日の目というか、えー、スポットが当たりそれで事象に至るというケースがすごい多かったと思うんですけど今、まあ、昔の日本って。 そういった基礎研究っていうものにお金をかける余力があったんですよ。よ余裕があったし、時間,時間というか、その経済的な面で言っても、えー、それに,にお金をかけられるあの強さっていうのがあったんですよね、えー、日,本経日本全体に。えー、今、実はそれがほとんどなくなってっちゃってるんですよ。 ちょっと僕調べたんですけどこれちょっと複雑な、えー、かなり、えー、事情があるらしくて、まあえー、まず何が起きたかっていうとあのまあそれこそ60年代70年代は所得倍増計画っていうのがあったんであの、まあ、政府がもう新技術を創出することを目指すっていうことでやって国としてすごい莫大な予算をかけて。 大学,に基礎大学の基礎研究にお金をかけてたんですけれども、まあ、それによって、その、まあ、90年代であるとか、えー、2000年代であるとか、えー、ちょこちょこその、えー、まあ、日本ってそもそも科学立国じゃないですか。それってやっぱりその、60年代とかの始まった、その、技術への投資っていう部分が、すごく大きいんですよね。でそこからその、日本がいろんな、ゲームソフト、ゲーム機であるとか、ゲームハードであるとか、まあ、えー、いろんな、えー、まあ、カメラであるとか、 え、ま、自動車分野であるとか、すごい、ものすごいいろんなものを作ってきたと思うんですけど、それやっぱりその、政府としてお金を昔注ぎ込んだっていうのがあると思うんですよね。企業でも大学でも。え、で、それが、あの、ま、60年代、70年代、そんな感じで言ってたんですけれども、そうですね、あの、バブル、バブル、バブルが崩壊したことが大きな結果、結果となってて、その90年代前半ぐらいにバブルが崩壊したじゃないですか。で、その、 バブルの経済、バブル経済の崩壊の煽りを受けて、まあ公務員数が減らされましたと。ってなってくると、まず目をつけられるのが国立大学なんですよね。まあ、国立大学の運営ってすんごいお金がかかるんで、で、あの、学費も安い代わりにすごいお金がかかるし、 えーまあ、国としてはそんなにうまいビジネスじゃないんじゃないかなと思ったんでしょうか。多分、そのような事情があるのかもしれないですね。で、まあ、あと、まあ、企業も、あの、中央研究所みたいなものを今、なんか、名だたる企業って結構研究所みたいなのを持ってるじゃないですか。あれを、あの、廃止しちゃったんですね。90年代半ばに。で、まあ、これによって基礎研究からどんどん撤退していくっていうような事情が起きちゃって。で、それ、さらにそれに拍車がかかったのが、あの200、2005年あ、2004年かな えっと、国立大学を法人化するっていうことになったじゃないですかでそれまで国立大学って、まあ、国の,あの機関の一部だったんでその、まあ、だから国立大学なんですけれども、まあ、これによって法,律法人化することによってどうするかっていうともうこ国立大学側は自分でお金を稼いでくださいねってことになるんですよことになってしまったんですよただその国立大学側はそ,のそれまで国に頼ってきたから お金の稼ぎ方ななんんて全然わからないんでえそれでまあ運営交付金っていうのが国,にしきあ国から支給されてたんですけれどもそれまで国立大学ってそれがその2004年まではえ国立大学のえ運営の大きな比率を秘めてたんですけれどもその中に研究とかもあってたん入ってたんですけどまあ法人化されてからはもう自分でお金を稼いでくださいねってなっちゃったんで交付金がどんどん減らされちゃったんです。 それによりその、まあ、バブル崩壊の煽りを受けたことでそれによって国立大学に目がつけられたことでその国立大学が法人化してしまったこと法人化したことそういうので儲ける術を国立大学が知らなかったのであのまあお金がどんどん余裕がなくなっていっちゃってで研究者とかも雇用する余裕がなくなってしまったんですねでまあ,あの段階段階の世代がどんどん、えー、退職していったのでその まあそれによって何が起きるかっていうと民間企業がもう人手が足りないってなってくるからあのそれまでその学部あの大学に残っていたような大学に残るつもりだった研究者があ民間の方がおいしいじゃんってなってあのお金稼げるじゃんってなって民間企業の方に行っちゃうとかそういったことによって大学の,あの研究能力が低下してしまったりとか人材がいなくなってしまったりとかっていうのがえ増えてしまったんですよ。 あとはまあ、私立大学が増えたことによって、その、まあ、私立大学って今、まあ、少子化ですけれども、昔もっと子供がいた時代より、今のが人数少ないのに、私立大学今多いんですよ。めちゃくちゃその頃より。なので、その、補助金を払わなくちゃいけないんですね。私立大学ができたら、国行って。その補助金の金額は、大学が増えると自然に増えるじゃないですか。だから、それによって、その、まあ、 国立大学に行くお金も少なくなるし、私立大学の、ええー、もう、その、たくさん増えてしまったことによってあの、研究力が、研究に集中できないみたいなことになってしまったり、ええー、お金の確保に必死になってしまうんで、ええー、どうするかっていうと、今、ええー、日本の研究って、あの、成果が出やすいもの、すぐに成果が出やすいものっていうものに振り向けちゃってるんですね。自分たちの目を。なので、その、まあ、 長い基礎研究っていうものは必要なものっていうものにあのお金がお金というか時間を割けなくなっちゃってるんであのただその基礎研究こそその遠い将来世界を変えるようなものの礎になったりするからでそこをただそこをもう今カットせざるを得ない状況になっちゃってて今その日本の研究ってあの、まあ、結果的にその人手不足もあるし。 あのお金が入らないってこともあるしあの基礎研究を重視しないっていうのもあってそのどん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 脆弱化していってるっていうのが、えー、現状にあるということだと、えー、いう話なんですけど僕が調べた限りでは、えー、こうなってくるとあの今今後その今冒頭でそのちょっとお年寄りのいった方研究者の方々が、えー、受賞されてる割合が多いって言ったじゃないですか日本だと。 今後どうなっていくかっていうとその日本からノー,ベル賞ノーベル賞の受賞者が、えー、科学系では出なくなるって言われてるんですね。ここ今後、えー、10年20年年ととか経ってくると、えー、昔もバンバン出てたんですけれども、まあ、そ,れそうなってくるのはやはり私が先ほど申し上げたその3つか4つぐらいの原因が複雑に絡んでいるんでまあそうですよね大学の研究っていうその。 ちょっと興味深いところで言うとノーベル賞とか大学の研究とかそういった部分ってやっぱりその日本の経済とかひ、えーい,えー、いては日本という国全体に関わってるんだなっていうのが、えー、すごく興味深い事実として一つ、えー、知れたっていうのがあるので、まあ、今後どうしていくかっていうと、まあ、やっぱりその今そのようやくあの政府の方もこれではまずいって気づいたのか、えー、そのまあこ,のこれまで AI とかって、あのー、昔の日本の研究力を維持できたんであれば今 AI ってほとんどその海外が作ったものをベースに日本が新た,新たにアレンジしてっていうのがあるじゃないですか、えー、まあ、えー、ほとんど Google の AI もそうですしい Apple がこの間リリースした AI もそうですしもともと海外製品を使ってるをアレンジして日本が、えー、日本語にローカライズしたものを出してるとかそういったものになってると思うんですけどそれってそもそも昔だったら 日本が世界で最初にそういった AI みたいなものを開発して世界に売り出してたみたいなことがあったと思うんですけども、ただその日本ってその新しい、あの、昨今のに昔、ちょっと前までの日本って新しいものを嫌うみたいな傾向があったと思うんですよ。まあなんかネットに対する危機みたいなのもあったと思うんで、まあそれが例えば、まあこれが直接つながるかどうかわかんないですけれども、ウィニーの方を逮捕してしまったとか、 まあ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 、その逮捕に至る正当な理由もあるのかもしれないんですけれども、あとはまあ、ライブドアとか、そのネット関係のこのことをちょっと取り締まりを強くしてしまったっていう部分は、結構その損失っていう考え方もできるんではないかなと思うんですよね。なんかそう、多分ちょっと新しいもの、意味のわからないもの、でちょっと治安が悪、その治安が悪そうに見えるものっていうものをちょっと削、あの、 なんとか取り締まってしまうというようなマインドがあったと思うんで、えー、政府、国の方にも、えー、なんちょっとそういったものに目を向けて、そういったものがようやくその、あこれじゃまずいんだって気づいて、改善しようという動きになってきたのは一ついいことかなと思うんですね。えー、ただ、えー、ちょっとそれでも今のところまあ追いついてないかなと思うんで、まあ、これからちょっとえ期待させていただく、期待していける部分というのは今、 大学の方でどんどん大学発ベンチャーっていうのができてきてるんですよ。あの、すごい、それこそ若い20代のこととか、えー、もうそもそも大学にいながらベンチャーを立ち上げたりとか、えー、まあ今大学発のベンチャーってことで三十30歳ぐらいの人たちとかが、あの、大学時代から作ったベンチャーをこう育て上げてみたいなで、そこからいろんな企業とか、いろんな技術を開発とかっていうのに乗り出してるんで、まあそういった、そのベンチャー、そのベンチャーとか、スタートアップとか、 それも大学と連携してるような、えー、スタートアップとかベンチャーであるとかそういったものをどんどんその増やしていくそういったものをどんどん支援していく、えー、そういったことにどんどん目を向けていくことができればそして私たちもなんかそういった 新しいそのスタートアップであるとか大学発ベンチャーが出てきたら、まあちょっと正直未熟って感じることもあると思うし、不便で最初感じることもあると思うんですし、なんかちょっとうさんくさいなと思ってしまうところもあると思うんですけれども、まあなるべくそういった偏見とか先入観とか持たずに、そういった企業が出したサービスである、そういった企業がもサービスとかをリリースしたんであれば、そこに注目してみるとか、ちょっと調べてみるとか。 そういった目を向けてみると、もしかしたらその日本の研究力がまたどんどん上がっていくっていう未来もなきにしもあらずなんじゃないかなと思っています。ただちょっと現状ではちょっと厳しいかなっていう部分はあるとは思うんですけれども、それでもなんかもう、あのやっぱりその日本科学技術立国であってほしいんで、えー、まあそこにフォーカスしていけるような えー、国であればな嬉しいなと私は自身は思っております、えー、ちょっと駆け足な説明になってしまって申し訳ないんですけれども、えー、動画の方ご視聴いただきましてありがとうございましたこの動画がもし良いと思って,思思っていただいた方は、えー、高評価、えー、並びにチャンネル登録の方よろしくお願いいたしますそれでは